それではスマホで動画編集する方法をちょっとやってみましょう。まずアプリブロというアプリをインストールします。で、これインストールされたブロのアプリです。これをクリックします。それからで動画をこうやってそこに動画このフィルムストックの入っている動画が出てきますから、これで自分の好きなものを選ぶ、まあ、静止画も選べたから静止画を撮ってもいいんですけども、今回は動画を選びます。でスタートします。でこれどのようなサイズでやるか、今回縦型で撮ったんで縦の9対16を選択します。でこれは動画配置は埋めるで普通やっておきます。埋めるでいきます。はい、そうするとこれ出ました。指でこうやってと動きますね。でどこまでどういったか、これタイムラインと言います。タイムラインに沿って動画が動いていくのが見えると思います。まあ、寸法これでよければこのままでいいです。ちょっとちっちゃくしたかった場合はこうちっちゃくするとかあるんですけども、だいたい埋めるでいっぱいになってるんでそれでいいでしょう。ちょっと変化しつけたかったらこんな形で変化して自分の好きなような配置にしてもいいですね。はい、でこの配置でいきましょう。でこれからですけども、これからやるのはタイトルつけたい場合にはタイトルをつけます。これまずこれ配置を終わったところで完了します。それからメディア、BGM、効果音とか音声の録音ありますけども、まあ、タイトルをつけたい場合にはここにあるんで、テキストとかグラフィックとかありますんで、テキストをクリックします。で、このテキストをクリック。はい、どんなテキストでやりたいか来るんで、まあ、どれでもいいです。例えばこれを選ぶと、ちょんとやると、はい、ここに入ってきますね。ここに入ってます。この場所じゃなくて動かしたかったらここにこう入れて、この内容を変えたい場合にはこの上ポンポンとやって、ここに、ロボ本ロみたいなね、まあ、こんな風にしてタイトルつけてあげる。ずれてるんでこれをこう持ってきてこれに置いといたらいいのかな。はい、でこれで一応文章は出てる。 OK にします。で、ちょっと字体がちょっと見えづらいんで、この場合にはここで編集をしたいと思うんで、デザイン編集し違う方がいいかな。あ、このまま目立ちますね。まあ、これがいいんでこれにしましょう。ここも大きくしたかったりとか大きくでもできる、ちっちゃくしたりとかもできます。このぐらい大きくてもいいかな。はい、でこれで OK だったら OK のマークは、あ、これで完了ですね。完了。はい、これも完了して、この間にロボ本との会話が出てきます。ちょっと動かしてみます。ここで動かしてみます。ディズニーランドってどんなところなのかな、教えて。ここがですね、ちょっと間が空いちゃってるんで、私が喋り終わったところ。どんなところなのかな、教えて。これでも止めちゃって、ここで切ってですね、ここでこうやると切るのがあるんで、切ります。それからもう少し動かしてって、これロボ本がうんうん言ってるんで、カットしちゃいたいと思うんで。この辺から次こう波形が少し出てくるってことは、こう言葉が始まるんで、この辺でまたカットします。でこのところはいらないんで、このところいらないからこれで削除ですね。そうするとつながって、今のところがこれなのかな、教えて。ディズニーランドはすごく楽しいところ、たくさんのキャラクターに会えてアトラクションも乗れるよ。パレードもあっておいしいスイーツもいっぱいあるんだ。行くときは一緒に行こうね。一緒に行こうね。またこう返事が間が空いてるから、これで一緒に行こうねって言ったところでカットして、でこれから喋り始めるのかな。一緒に行きたいな。から行こうかな。じゃあここからここでカットして、ここいらないからこれは削除。そうすると会話がすぐつながって、一緒に行こうね。楽しもうね。絶対楽しいよ。いいね。一時停止。ここちょっと一旦切って。ここ声が大きすぎるんで、ちょっとこの私の声をちっちゃくするんで、ここで音量をこれですね。音量ね。音量を少し下げます。8割ぐらいでいいのかな。一緒に行こうね。もっと下げちゃおうかな。うんうん、一緒に。
すると、行くときは一緒に行こうね。一緒に行こうね。うんうん、一緒に。はい、これできた。で、オーディオ何でもいいんで入れて、例えばオーディオでも入れようとすると、オーディオこれやると BGM とか出てくるんで、 BGM を入れると、最初から入れたい場合には最初にまた戻しておいて BGM をなんか選ぶ、まあ、あんまりいい音楽はないんでね。まあ、この音楽がいいとすると、選んだ場合これで決定です。そうすると今入ってるんで聞くと、ディズニーランドってどんなところなの。ただ音量大きいんで、高音量選択しといた状態で音量これをやって、音量大体大きいんで、大体普通30とか40まで落としちゃったら十分です。ディズニーランドはすごく楽しい、もっとしちゃ落としちゃったっていうぐらいだな。楽しいところ、たくさんのキャラ、これでいいや。はい、そうするとディズニーランドってどんなところなのかな、教えて。ディズニーランドはすごく楽しいところ。はい、まあこれで他にもオーディオ効果とか音量とかミュートとかいろいろあったりとかするんでね、こういうものを適当に使ってやっていくといいですね。はい、まあ、よく使うのはフェードですね。フェードやってスタートの時に、開始の時もフェードかけて、ディズニーランドってどんなとこ、ね、最初音楽が急に始まらないで少しずつ、あと最終のところもフェードかけると、急に終わらないでゆっくり終わっていくと、ゆっくり消えていくという形ですね。こんなことでこれフェードかけたと。他にもいろんなオーディオ効果があるけど、何ができるか試してください。はい、これで完了。効果音とか他にもあるんで試してみたらいいと思います。はい、こんな風にして1本できたらば、抽出するこちらですね、ここをポチッとやって、タイトルは何かつけんであれば、これタイトルつけましょう。ここでね、こんな形で、これで OK、 これで OK ですね。この名前で、保存場所はアルバムでいいと思います。でこれはフォーマットサイズですけども、だいたいフルエッジでこれで十分ですね。はい、この状態でいいでしょう。他にも何かありますけども、やらずに動画としてこれで抽出する、はい、でこれで抽出ちょっと時間かかるけど、長いものだと結構時間かかりますね。だいたい1分の動画だと1分ぐらい抽出するのに時間かかります。で終わりました。で保存完了なんで、はい、よし、おしまいで、これでいいですね。どこに入ってるかというと、まあ、自分の、はい、自分のこの保存のとこですね、この一番新しいところにここに入ってますね。はい、これで見れると思います。音出して、ところなのかな、教えて。はい、それでこれをですね、よいしょ、YouTube で入れる場合には YouTube をこれで開くと、 YouTube がこう出ますけども、このプラスですね、プラスをやると、まあ、あのチャンネル登録している方はアップロードの画面出ますから、これでアップロードしたいものを、まあ、今これですから、これをクリックして、ディズニーランドってどんなところなのかな、教えて。はい、でこれで次へやると、ディズニーランドってどんなところ、次へやると今アップロードしてますね。はい、で次しましょう。でどんなやつ公開するかだから、限定公開なら限定公開、場所とか大体限定公開か、もしくは公開、こちらどちらか選ぶということで、まあ、自分は限定公開にしておきます。はい、でこれショート動画、これ短いですから、1分以内はショート動画にしたらいいんで、ショート動画としてアップロードする場合には、このショート動画をアップロードというふうにすると、ショート動画という形でアップロードされます。はい、で自分の動画にアップロードされてるんで、確認したい方は、まあ、ここで見て、作成した動画ですね、ここにある作成した動画、ここで自分が作成したのが今できてきます。はい、まあ、これアップロードしてるんで、ちょっとなかなか出てきませんけども、ちょっと足すとアップロードしたら見えてきます。まあ、ショートでも見えますけどね。はい、まあ、ショートで見てみると、今ショートがこれ出てきましたね。はい、この状態でショートで見えましたということです。じゃあ以上です。